こんにちは、水玉発酵クラブです。日本の麹の発酵食文化を広めたくてパン教室をやっています。前回の動画からだいぶ時間経っちゃったんですけど、今日は出すことって大事だよっていうお話をします。前回体のね、不調を治したい、健康になりたいっていう人のための大事な3つの基本の3つのことをお話ししたんですけど、まずは体にいいものを取り入れる前に、いいものを取り込む、自分の体の準備ができてないと、入ってきた時によく吸収できない、エネルギーに変わらないんじゃないかなっていうことをお話しして、そのためにはやっぱり体の中に溜まった毒素とかをまず出してきれいにしましょうっていう、そんなことを、次にお話ししますって言いました。で、出したいのは、まず3つまたあるんですけど、1つ目は体からの排出とか排毒ですね。で、2つ目は心、感情を出す。で、3つ目は、情報を、出すっていうことですね。どういうことかっていうと、まず1つ目の、体からの排出は、やっぱり毎日ね、うんちが出てますかっていうことなんですけど、トイレにね、行ってうんちした時に自分のうんちって見てますか？どんな香りで、どんな大きさ、柔らかい、硬いとか、ね、スッと出たかとか、チェックしてください。で、うんちって、食べかすでできてるのかなって思う人もいるかもしれないんですけど、 70% は水分で、残りは実は自分の体の細胞の、古くなった、もう死んじゃった細胞、腸の内側の壁が剥がれ落ちて、出たカスとか、あとは腸内細菌の死骸、微生物の死骸が20% ぐらい占めてるって言われていて、食べたもののカスは全体の 5% ぐらいだって言われています。だからね、うんちって自分の分身なんですよ。体の一部が、剥がれ落ちて老化したり、ね、もう死んじゃったりして剥がれ落ちた一部でできてるので、自分自身だと思って毎日観察するといいと思います。それで毎日出てない人は、本来なら毎日1日1回か2回、多い人は3回出る人もいるので、それが毎日出てないっていうことは、腸の中にずっと滞ってるってことになっちゃうんですね。でも毎日食べるじゃないですか。だから食べてるのに出ていかないから、どんどん溜まっていっちゃうので、そうするとどうなるかっていうと、腸の中で、腐敗して有毒なガスが出ます。で、そのガスが血液に入り込んで、血液は全身ぐるぐる回ってますから、全身にこう広がっちゃって、体が不調になったり病気になったりする原因になってしまうので、毎日、出ていない人はちょっと注意ですね。それからあとは体から出るものって言ったら汗かな。汗はそんな毎日だらだらかくとかでは大変ですよね。マラソンするわけにいかないので、そんなに激しい運動も必要ないし、歩いたりするのもいいんですけど、それも毎日は
するの大変だと思うので、お風呂、湯船にしっかり浸かるといいと思います。シャワーだけだとどうしても体温も上がらないし汗もかけないので逆に体が冷えてしまったりします。だからしっかり湯船に浸かって、そうすると上がった時にじわっと汗が出てきますよね、そういうのを習慣にしてると1日1回体温を上げるっていうことを体にしてあげると、体温が上がるのに慣れてきて熱中症にも強くなるって言われてるので、体の体温を上げて汗を出すってことも大切です。で2番目の、感情を出す、これ我慢しないってことですね、みんな結構我慢するの、ね、得意っていうか日本の人は結構我慢しちゃうから、家族に対して子供に対して会社とか世間に対して我慢しちゃうこと多いと思うんですけど、やっぱ泣きたい時は泣いちゃっていいと思うし、笑う時、楽しい時は思いっきり笑う、で普段無意識に顔がね、表情が固まったりしてる時ってあると思うんですよ。こう口が下がってたりとか、目がちょっとつり上がってたりとか、眉間にシワが寄ってたりとか、自分では気づかなくても無意識にこう集中したり何か考えたりしてると顔が固まってることがあると思うんですね。そういう時は楽しくなくてもちょっと意識的に口角を上げてみる、ここを上げるとここはほっぺが上がるからかってニッてニッてやってみると、そう、楽しくなくてもニッてやるだけで なんとなく気持ちが上向きになるんですね。そうするとなんかふわっとしてなんか楽になるから、やってみるといいかもしれない、あとはなんかどうしても落ちてる時とかにこれを見ると絶対笑える動画とか一つあるといいかなって思います、じゃあ3番目の情報を出す、今 SNS でいっぱいいろんな情報毎日入ってきちゃうと思うんですね。でもう勝手にね見てるだけで別に自分が必要としなくても入ってきちゃうじゃないですか。それをちょっと見るだけでもすごい情報量が脳の中にインプットされていっぱいになっちゃうんですね、まあそれは皆さんも分かってると思うんですけど、私も YouTube でこうやって出してますから、そうするとやっぱりいろいろ入ってきてパンパンになっちゃうから、全部入ったままだと大変ですよね、だからそれを、受け流したりこう出したりして整理、頭の中整理する、あとスマートフォンのアプリいっぱいだったりする、もうこれ使ってないなとかさ整理するとか、なんか入れっぱなしにしちゃうと辛いから、どんどん整理して、それで SNS 見てるだけで自分はあんまり、出すのはちょっと得意じゃないよっていう人もいると思うんですけど、ちょっとね出してるっていう人もはどんどんね出しちゃっていいと思います、出してすっきりするなら出しちゃう、いいと思う。そうすると、2番の心とか感情を出すっていうのもつながると思うんですけど、直接こう声に出しては言いづらいけど SNS だったらとかそういうのもあると思うし、共感してくれる人も、いると思うので、出してみるっていうのもいいかもしれません、そんな感じで、まずは出しましょう、出して空っぽにする、で食べることに関してはずっとね食べてると入れてばっかりだと体にいいものばっかり取り入れてばっかりでもあんまりね
良くないんですよね。やっぱり食べるときは食べて、間をちゃんと開けてあげて、まあできればお腹がグーって、なるといいかな、なんかそんな空腹感を感じるのも、いいと思います。そうするとやっぱりご飯が美味しいよね、空腹感を感じる、空腹が大事っていう、お話もまた今度できたらいいなと思って、います、次は何の話にしようかな。また続きは、今度撮りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは。